どうもこんにちは。私は今銀座に来ております。東京の銀座で、今いるこの道が銀座のメインストリートから 2,3 本入ったところにある、並木通りというもうすごい名だたる高級ブランドがのお店が、軒を連ねている、この並木通りというところにおります。で本日お世話になるホテルがハイアットセントリック銀座東京というホテルです。ちょうどこのここに見えてるで、ハイアットってよく聞く外資系のホテルのチェーンかなと思うんですけど、まあ、なんかパークハイアットとかグランドハイアット、ハイアットリージェンシーとかいろいろあるこうラインナップブランドの中でセントリックというブランドが比較的新しい、2015年にできたライフスタイルっていうコンセプトの、ホテルになっているということで、そのセントリックっていうのが街の中心とか情報の中心とかということで、まあもう本当に銀座なんて東京のど中心ですよね。そこに、そのセントリックというコンセプトのホテルをオープンさせて、今ちょうど開業1年ということで、せっかくだから来てみたいなということで来ております。本当にね、銀座駅からもゆっくり歩いて5分とかで着くような、本当に街の中心部です。眩しいんですよね。なんかすごいですよね、この銀座、買い物の街の銀座にホテルがあってそこに泊まれるっていうのは、なんか海外から来た方が、何泊かするのにすごいちょうどいいようなホテルな気がします。もうなんか銀座からも近いんですけど、有楽町とか新橋とかからも全然歩いて来れる距離なんで、もうアクセスは最高っていう感じです。このロゴ結構かっこいいですよね。なんかセントリックの C の形が、この C の形が、Google の地図アプリとかの、現在位置のピンの形に似てて、中心なんだぜみたいな、そういったロゴの思いというのも感じます。そう、今2019年の1月なんですけど、ちょうどこのホテル開業したのが2018年の1月ということで、なんかこんな風に可愛い1年ファーストアニバーサリー看板も出てたりします。いやー、入り口かっこいいっすね。すごいですね、なんかおしゃれ。ロビー階でございます。ロビーフロア、ゾアが開きます。ゾアさん、すげえ、1周年記念のバルーンですね、これ多分かわいい。多分下がレストランになってるんですね。すごい、ハイアットセントリック銀座ホテルオリジナルの自転車ですかね。ちゃんとなんかここにロゴも入ってる。
すごいロビーがおしゃれ。はい、チェックインしてきました。なんかそう、ここエレベーターホールなんですけど、もう出たらすぐこの8っていう、今回ね、あの8階の806というお部屋に、なってまして、なんかこの角度が結構かっこよくてですね、こんな感じのハイアットセントリック、ね、あのロゴとハイアットセントリック HYC と書いてあるカードキーになってます。806ってことかな。すぐそこですね。ここが今日のお宿です。ちょっとよいしょ。おー、はい、ではお部屋紹介していきたいと思います。やっぱまだこの1年まだできて1年っていうこともあって、結構綺麗なんですよね。入り口入ってすぐ、左側にハンガーラックが、すごい幅広のハンガーラックがあって、ハンガーが無限にかけられますというのが売りです。で、ここにスチームアイロンがあります。なんか出張で来てる人でワイシャツ伸ばしたりとかっていう時に便利なんじゃないかなと思います。で、ここに金庫と、あとは寝具。これが、浴衣だと思います。ちょっと、こんな感じの浴衣です。こんな感じですね。ああ、これリラックスできます。で、あと浴衣が、ペアで2つあるのと、ガウン、バスローブも、2つあります。で、こっちに全身鏡ありの、一応冷房も各部屋で使える。で、これすごいありがたいのがネスプレッソありました。最近のこうホテルってこういうのがすごい充実してていいですよね。エスプレッソは、4カプセルあります。ちょっとこういう出先でしか見たことないんで種類はわかんないんですけど、このビバルトルンゴってのと、ボリュートデカフェ、あ、デカフェなんですね、こっち。いいですね、確かに。ネスプレッソが置いてある。これ、すごいポイント高いな。嬉しい。で、お水が、ここに置いてある2本と、あと冷蔵庫の方にも2本、サービスかな、で、置いてあります。で、冷蔵庫は他のところがこんな感じで、まあ、ここにちょっと大きめのものと瓶とかが入るようなイメージ。瓶とかペットボトルとかですね。逆に言うとこれあれか、冷凍ないのか。で、ここは何もなし。ここが多分グラスとか、あとはティーバッグ、煎茶、ほうじ茶、それからこれがアイスポットと、まあ電気ポットです。これおしゃれですね、このなんか棚。いや、なんか綺麗だなこれ。で、この柱を中心にテーブルみたいな感じになってて、もう早速ちょっと使ってるんですけど、こんなところにもコンセントと USB 入れるところがあって、めっちゃ助かってます。もう早速 GoPro のバッテリーを充電してます。で、ここが文房具ですね。でも可愛いですよね、これ。で、これがなんか面白いのが、なんかマルチファンクションテーブルっていうらしいです。マルチって言いつつ、普
二通りなんじゃないかって感じですけど、こういう風にテーブルにできるのもあれば、できる時もあれば、こういう風にしてなんか洗面台として使うこともできますみたいな。でそうするとここからお水お湯が出てくると。でアメニティがここにあるのが石鹸と、ボディーローションなんでですね。どんな香り？どんな香り？あ、なんかハーブのような、ちょっと語彙力不足なんでやめておきます。難しい。香りを表現するのって難しいですね。なんかやってみるとわかる。で、ここがタオル。なんかタオル。あ、これはお手拭きタオルかな。手拭きのタオルがあり、あ、ここに。で、こっち側にアメニティ類。ここにアメニティ類がまとまってます。ちょっとだけではなくて。おしゃれじゃねえ、これ。おしゃれっすね。ハイアットセントリック。で、歯ブラシと、串。そう、ここに並べていくとなんか、それっぽくなるかもしれない。歯ブラシと、串と、シャワーキャップ、綿棒。これがシェービングジェル。だからこういうところセットで置いとこう。で、コット。で、最後、爪ヤスリということで、パパーンみたいな効果音。はい、こんな感じで、こっち後ろ振り返るとこっち側にさらに、このあれですね、光るこのやつ、もう女子大絶賛の光るやつと、グラスティッシュで、ドライヤーがあります。ノビー、マイナスイオンヘアドライヤー。ちょっと、後で強さを見てみましょう。であとは、タオル、普通のタオルとバスタオルが2つ。で、ゴミ箱。ゴミ箱もなんかおしゃれですね。やべえな。で、ちょっと先、トイレ。トイレはこんな感じで、綺麗で、全然こう変な匂いでした。いい匂いって言ったら語弊がありますけど、トイレです。綺麗です。でちゃんと、ウォシュレットもついてます。はい、特になんかこの辺にこうシールが貼ってあったりとかないですね。はい、トイレは極めて清潔感のある、シンプルなトイレ。で、お風呂。お風呂が結構、バスタブが、いいっすね。バスタブがこんな、あ、てかすごいなんか木、え、本当に木これ、あ、木ではない。あ、結構広いっすね、バスタブ。かなり。これは足を伸ばして入れる、バスタブになってます。で、これが鏡っすね。で、なんかすごいなんか木目調の作りになってて面白いですね。なんかあんまりこういう壁のバスルームって見たことない。かなり綺麗な感じ。居心地がいいですね、ここ。あるアメニティがシャンプーとコンディショナーとシャワージェルです。で、シャワーは一つ。で、これが手で持って、やれるタイプ。この、なんか、すごい、しゃもじのような、シャワーヘッドになってます。これどんな感じ？これどんな感じなんですか？ちょっと試してみたいな。ちょっとね、その、シャワーの感じを試してみようと思います。これ
かんねんだよな、これ多分これだろうな、ね、やば、なにこれ、あ、ちょっと待った、あ、これで温度調節しながら、このボタンで多分、あー、なるほどなるほど、ボタンを押すと水流のモードが変わる、あー、なるほどなるほど、これが多分一番ノーマルですね、まあ、こんな感じで、これが最初のあの、謎の水流とのミックス、これがこれ、まあ、これがおもろい、これがおもろいんで、これにしておきましょう、なんだろうな、すげえな、いや、ビビった噴水みたいな、OK、で、あとは、多分これが、そうね、あそこから水が出てきてお湯張れますってやつですね。こっちが お水。で、多分これを回して、閉めたり、開けたりみたいな。はい。あ、まあ、あの、一回やっちゃえば分かりやすい。まあちょっとあの水流はどうなのかって感じです、分かりやすいっつか、なんか面白いですね、はい、でもなんか、うん、一回やっちゃえば使いやすいバスルームな感じですね、いや面白かったなあれ、受ける、はい、じゃあさっき言ってたこのドライヤーの強さ見てみたいと思います、ノビ、かわいい、かわいい名前のアイロンですね、ノビ、こんな感じ、わかんないな、あ、もうこんな感じ、うん、もう十分これは乾きますね、弱いって感じじゃないですうん、なんかあれですね、石鹸の香り嗅いだ時もそうですけど、風力を動画でお伝えするのってめっちゃ難しいですね、うん、いや、これは乾きます、弱くないっす、もう十分、十分なアイロン、アイロンじゃない、十分なドライヤーでございました。さて、はい、ベッドルームでございます、こっちにすごい大きいレグザ、東芝の、レグザのテレビ、何型でしょうね、ちょっと分かんないですね、でかいテレビとテーブルとおしゃれな椅子、あ、回る、この回るおしゃれな椅子で、大きな割れたら何百万もしそうなテーブルと、あとは、あ、こんなとこにこれもあります、コンセント、コンセント2口 USB、 それから HDMI、 これに映せるんですかね、なんか外部入力の映像を持ってくるとで、外がこんな感じで、こんな風に一つこうゆっくりできそうなソファーが置いてあります。で、ベッドはまあ綺麗なんで、これこのまんまにしておきたいんですけど、ベッドはこんな感じで広いキングサイズのベッドです。
で、ベッドサイドにこのここにもコンセント1つ、 USB1 つで、電気をコントロールするボタンと、この辺がカーテンですね。カーテンを開けてみよう。シェードっていうのを上に押すと、シェードが、いやすごい、素晴らしい、こう自動で上がっていくと。うん、まあ景色に関しては、こう、ビルビューです。下を見るとストリー、あー無理ですね、ちょっとなんか、はい、あの辺の遠くに見えるビルとかはちょっと夜景としては綺麗かもしれないですね。はい、ちょっと下げちゃいましょうか。でまあリモコンはこんな感じ、うん、これここがこの2つ、こっち側にもちゃんとコンセントと USB で充電できるポイントがあって、これすごい嬉しいですよね。あの寝ながら携帯充電しながらでも触りたいみたいな時もあるんで、これすごい嬉しいと。で、はい、寝ながら読書する方にもぴったりのこういうリーディング用のリーディングライトっていうんですかね、はい、なんかあります。おしゃれです。あとこれ嬉しいんですよね、このサウンドリンクミニ、あの BOSE の Bluetooth スピーカーが置いてあって、これあるとあのスピーカーとか全然持ってこなくても自分の携帯とかつないで好きな音楽を流せる。これはリラックスした作りなんですよ。いや本当になんかあれですね、ソファーもありテレビもありで自分のスピーカーもありで、バスルームもちゃんとバストイレ別になってるし、バスタブもゆったりしてるしっていうことで、あのー、外で言ってたのライフスタイルっていうコンセプト、なんかこうゲスト宿泊者の人にゆっくり楽しんでもらうみたいな、リラックスして滞在してもらうみたいなコンセプトをすごい感じるお部屋になってました。いやこれは何連泊もしたいな、これは心地いいな、いやなんなら住みたいな。はい、ざっとお部屋の紹介こんな感じでございます。はい、じゃあ本日はお部屋の紹介は以上ということで失礼したいと思います。あの参考になったよという方いたらぜひチャンネル登録とか評価とかしていただけるとありがたいです。じゃあ、失礼いたします。またの機会にお会いしましょう。さよなら。これロビーのすぐ、左手側のジムがあって、ちょうど今さっき見たんですけど誰もいなかったんで、もっとご紹介できると思います。こんな感じでカードキーをかざして入る、だからまあ宿泊者専用っていう感じですね。でジムの中がこんな感じになってます。全然あのジム行ってないんで、あの機械の名前とかわかんないんですけど、いやでも結構綺麗というか、なんかあれですよね、こうテレビもあって設備としてはすごい新しい方ですよね、絶対。こういうルームランナーとかある感じです。3台あります、ね、であとダンベルとバランスボール。あ、何これ、8キロ、重そうなんか無理で、ヨガマットと体重計と、あとなんかすごそうなやつって感じです。レジもこんな感じですね。こじんまりとしてますけど、使いやすそうな感じですね。
こんな感じで、水分補給もできたり、タオルが置いてあったりして、汗かいた時も快適に過ごせるようになってます。ここにタオル入れて、ここにお水もありますから、これも多分いただけるんでしょうね。いやすごいな、綺麗だな。